黒漆塗り桃形大水牛脇立ち兜。黒田長政所用品。福岡市博物館所蔵。桃形兜は、日本の兜の一形式。戦国時代後期に発生した変わり兜の中でも、その先駆けをなす存在である。安土桃山時代から江戸時代初期にかけて特に流行し、身分の上下を問わず多くの武士に使用された。桃形兜の名称は、 蜂の形状が桃の果実に似ていることに由来する。室町時代に主流だった筋兜などと比べると、制作にかかる手間が少なく、量産に適していたことから、発生当初は主に下級兵士の使用する簡易兜として普及したが、やがて桃形兜特有の機能性や形状の美しさが評価され、上級の戦国大名でも愛用するものが現れるようになり、 近世を通じ、日本のカブトにおいて一分野を占めるに至った。植物を模した代わりカブトの中では一番多く、用いられた形式であり、その製法が応用される形で、エボシ系カブトが派生したとも考えられている。防御機能としては、鉢の中央に立てたしのぎや平滑な表面によって、刀剣、槍や矢玉の攻撃をそらし、 受けるダメージを軽減する効果が期待されたほか、重量が軽く、活動的だったことも多くの兵士に受け入れられた、理由の一つに推測される。武具溶接中に、山本勘介が語った言葉として、という一説が出てくることからも、桃形兜の形状や重量が、当時においても、戦闘の際に有用であったと認識されていたことが、伺える。 4枚張りの桃形兜を右側より見た図。鉢の左右の板の剥ぎ目を立てて、しのぎを作っている。桃形兜の鉢は、内膨らました2枚、内し4枚の鉄板を秒で留めて、大部分を形成した後、その下部に、腰巻き板とまびさしの板を取り付けて作るのを基本型とするが、稀に一二枚のレンガワで仕立てたり、十数枚から数十枚の細い鉄板を、 筋兜の要領で剥ぎ合わせて作る例も存在する。なお、鉢の中心を通るしのぎは、緩やかに折り返した、左右の板の端を剥ぎ合わせて作るのが通例である。鉢の表面は、黒漆やシュ漆で塗ったり、金箔を押したり、サビチに仕上げたりするが、さらに造眼を施したりする例もある。四枚針の場合、この時に、漆塗りの下地を盛り上げて、 左右それぞれの歯ぎめを隠し、表からは二枚張りのようにしか見えなくすることも多い。桃形兜の起源について、山上八郎や笹間義彦らは、戦国期の日本を訪れた、ポルトガル人やスペイン人などがもたらした、ヨーロッパの兜にあり、それが、当時の日本人に受容されていく中で桃形兜が生み出されたとする説を唱えているが、これに対しては、 南蛮兜が持ち込まれる以前に、桃形兜は発生していたとする見方や、希少な舶来品であるはずの南蛮兜の模倣と、下級物資の用品としてから始まった桃形兜を、結びつけるには、無理があるとする批判もある。武具研究者の竹村正夫は、その調査報告において、桃形兜は、室町時代末期に、九州地方で発生し、 以後多くの武士に愛用されたものの、流行した地域は、西国とその近辺に限られ、東国方面へはあまり普及しなかったと推察している。室町末期の作と考えられる桃形兜との古い例としては、法流寺西遠藤所蔵の遺品や、宮崎県の下津家八幡神社所蔵の伝生品などが挙げられるが、文献資料にも早くからその名が見えている。 夏季の1575年5月28日付、突撃法棄種入道、同節書状にも登場し、と、文面に記された兜30個のうち、11個が、桃形兜であることから、その普及ぶりを図ることができる。後に、立花同節の後を継いだ、立花宗茂も、文禄、慶長の役に際して、重視に、金箔押しの桃形兜を着用させている。 なお、竹村は、古い時期に作られた桃形兜のことを、小桃形と呼ぶことを提唱しており、初期の桃形兜に見られる特徴として、以下の点を挙げている。蜂が前後均等に膨らんでいる。鉢の下に腰巻き板をつけない。鉢の丈が低い。まびさしの板は、垂直に降りる、おろしまびさしが、一般的。しころの板は、幅広のもの一。 二枚を秒で止める。初期の桃形株とは地板タが薄く軽量で、鉄製でも重さが 1kg 未満のケースが存在する。兜の表面処理や装飾は、8世紀から江戸前期に至るまで、黒漆を塗った上に金箔を貼ったものが多い。戦術したように、桃形株とは、その生産が簡易なことからまずは、菓子の間で広がり、ついで各大名の軍団により、 軍装を統一するための揃い兜として採用されていったとされるが、その使用形態に関して、竹村正は、兜のみが単独で、用いられることが多かったのではないかとする説をとる。立花宗茂が、文録の役で、家中に着用させた桃形兜については、1720年の道家の大長によって、320頭が伝わっていたことが判明しているが、 それ以外のパーツに関しての記録は残っておらず、また遺品もないため、初めから兜しか用意されていなかった可能性が高い、ことが指摘されている。常山治団周囲にも、同様の記述があり、竹村はこれらの記録を、桃形兜が最初から、銅や、袖、将具足といった甲冑の他の部位と揃いで作られるより、軍団兵士の格好を整えるために、 単体で用意されがちだったとする推測の少佐に挙げている。立花重しや中が文禄慶長の役で使用したと伝わる桃形近太。昭桃園にて桃形近太が上位の武将の間でも流行する、すなわち前世紀を迎えるのは、安土桃山時代後期から江戸時代前期までと見られ、この頃から、どうや、 将具足とした手を同一にした桃形兜が登場する。当時、桃形兜を使用した大名には、黒田長政をはじめ、鍋島勝茂や立花重茂らがいるが、関東伊東の地域には確実な着用例が見られない、ことからも、桃形兜が西国を中心に流行したという、地域的な特質が伺える。また、豊臣秀吉による、 天下統一以降、甲冑部具の世界では、東西地域の交流が進展したが、桃形兜が東国で受容されることは、ほとんどなかったのではないか、とも、竹村は推測している。板目川とも、牛の生皮を煮皮を溶いた水に浸した後、叩き固めて作る。このような、成功な仕立ての桃形兜は、古い時期にはなく、江戸時代以降の高級品に見られる。 ただし、山城は、戦場で、槍が多用される中で、古代日本で用いられていた古い形式の兜が、見直されて作られ始めたとの推測をも並行して、唱え、かつそちら側に傾いている。東道高虎野中の足軽は、鳥毛の引き回しをつけた、一枚石ころの金の、桃形兜を被っていたという一説があるが、これにも、銅などについての記載は、特にない。 毛利構成が着用したとされる具足に沿うものが、現存する最古の例である。ABCDE 竹村、P2ABCDE 竹村 P9 から11、AB 山岸、宮崎、P135 笹間、P216AB 竹村、P13ABCDEFG 笹間、P106 から107ハット ABCDE 鈴木、宮崎、P24ABC3 条、 p1747 から1749、abc3 乗、p91 から92、伊沢、p179、藤本、笠原、p78 笹間、p218、鈴木、宮崎、p58、p 2二十1を折りかさ p198 竹村、p7、小和田、竹村、p124 から125ハット abc 小和田、 竹村 ,P136 から137、ハット ABCDEF 竹村 ,P3 から 4ABC 竹村 ,P12。ありがとうございます。